うわあ、今日は13日の金曜日でした。アメリカは明日ですけどね。昨晩は世界中が注目する CPI 消費者物価指数インフレ率の発表がありました。ですね、これで年初からですね、市場はインフレが下がる方向に、ベットしてましたね。さて、どうなったでしょうか。前回のね、FOMC では、パウエルさんはインフレについて住宅は下がるだろうけども、賃金インフレはどうかなと言ってました。注目はね、サービス価格です。サービスは規模が大きくて、賃金が価格にかなり影響するので、今後の FRB の政策に関わってきますね。22時半に発表がありました。こちらのスライドのようにですね、重要な総合の前年比は予想と一致の6.5% でしたね。はい。そして6ヶ月連続低下。これはいいですよね。6月のピーク 9.1% から半年かけて 2.6% 低下しました。6から11月の FOMC で4回連続で 0.75% 利上げをしましたから、半年過ぎてこれからね、低下が加速するのは間違いないと思いますよ。FRB はいつチキンレースから降りるかしっかり見ていきますね。CPI はコア前年比前月比では市場予想に対しては1勝3引き分けでほぼほぼ予想に一致だったんですけれども、全体的なインフレ率低下は、続いています。コア前月比だけが悪化してますね。パッと見インパクトに欠ける結果とは思いますけどね。はい。そして、ドル指数とかもね、多少ね動いてまして、今102付近となっていますね。ドル指数 DXI は午前0時までは下がって、その後ですねぐーっと上がっていったんですけどね、また低下に転じました。3時頃にはね102ぴったりぐらいまで、下がりました。ドルが下がったらですね、新興国株とかコモディティは、上昇するのでね、ちょっと気になりますね。そして CPI、インフレ率のね内訳をまたいつも見やすいね、小葉さんのツイッターでちょっと確認していきますけども、ここエネルギーがねギューッと下がってるのがすっごく目立つんですよね。あと中古車もね黄色いところ、マイナスに、なりましたね。ただね大きいところね、このサービスとかね、あと住居費、それと食料品、このあたりはねなんかあんまりずっとね変わってないようにね見えるんですよね。全体的にインフレは鈍化しているけども、これはちょっと素直にはね喜べないんじゃないかなとね思うんですけれども、そしてね、はい、大きなところはね、インフレ、鈍化せず、ですね、FRB は動きづらいんじゃないかなと思います。住居費なんかはね、悪化なんですよね。 2.3 から 2.5% です。次回 FOMC でこれは 0.5% 利上げの可能性があるのかなと思ったらですね、市場予想はねなんと 0.25% が 94% の、確率に急上昇、してましたね。すごい上がってます。そしてねその次も、0.25% 利上げかとね、その次も 0.25% 利上げで、これでね終了見込みということに、なりましたね。はい、これバッと貼り付けると、まあ、4.75 から 5% で終わり。そして11月からはね、これ低下というふうに、市場はね見込んでいると。今週 JP モルガンのダイモンさんは 6% になる確率が半分とかね、すごいこと言ってたんですけども、投資銀行とのね予想はね大きく離れていますね。はい、これはね、なぜならね、ジャックジャーン、こちら、ニック・ティミランスさんですね、記事を書いてます。インフレデータの改善は、FRB が25ベーシスポイント利上げを強く検討することを示唆していますとね、いうことですね。これはですね、パウエルさんのお導きなんじゃないかなと思います。ニックさんはね、ジョジョの奇妙な冒険で言うともうパウエルさんのスタンドなんですよね、多分ですけど。もう FRB はねリセッション心配でたまらないのかもしれません。住宅費はね、構造上遅れて反映されますからね、ちょっと、まだね来てないんですけどね。そして、30年のね住宅ローン金利、これはね平均がね 6.33 に低下ということで、前週の4 6
6.48 からね低下ですね、市場はね利上げが概ね鈍化という方向で、寄り切るつもりですね。そういえばねパウエルさんは、昨年インフレが悪化した時に、トレンドが確認できたら利上げ停止とね言ってたんですけどね、いつの間にかもう6ヶ月連続低下してますからね、もう頼みますよっていう状況です。リセッションは来ると思いますけども、金利低下の方が、EPS の低下よりも株価に対する効果は大きいのでね、ちょっと期待しています。懸念はねガソリンが 9.4% と大きく低下したんですが、中国の経済再開による上昇がねまた来るかもしれないですよね。はい、そして、気になる、ね、賃金上昇なんですけども、アトランタ連銀の、ねトラッカーによると12月の賃金上昇平均値3ヶ月移動平均は、11月の 6.4% から 6.1% に、ね低下ということで、ね、これは良かったですね。転職者の賃金も、ね、8.1% から 7.7% へ、就労者も 5.5% から 5.3% に低下ということで、まあまあね、賃金インフレも若干、まあ、いいのかなっていうような、状況ですね。はい、そしてジャッカジャーン、ファクトセットによると、ニューヨーク証券取引所に上場している2100銘柄が、上昇と、下落はですね、780ぐらいということなんで、まあ、かなりね、後半に今日は上昇が見られたんでね、底堅い雰囲気ですね。どっかのセクターに偏るとかはあんまりなかったですね。そして、恐怖と欲の指数はね少し上昇です。ただまあ爆上げまではいかないですね、まだちょっとね半分よりもちょっと、勢いあるかなっていうぐらいです。はい、ジャッカジャン。じゃあですね、金利とかビックス指数を、見ていきますね。まあドル数は 102.23 という水準ですね。はい、まあ下がってますね。そしてね、金利はね、すべての年限で、低下ですね。10年金利は、2.71% 前日比で下がって 3.449 ということで、まあ、12月初めぐらいの水準までね、下がってきましたよ。このままトレンド維持するでしょうかね。はい、30年も 2.48%、下がりました。2年金利も、1.94%、前日比で下落。そしてBIXめっちゃ下がりましたね。18.83 ということで、すごいことになりました。はい、市場はねインフレ終わりと見ているかもしれませんね。そして指数なんですけども、指数はね地味に、まあ、全部上がりました。一番上がったのはまた、ラッセル2000ですね。50日、200日昨日ね抜けましたけど、さらに、上にね抜けていきましたね。はい、そしてあとダウがね 0.64、 今日はナスダックよりも上がったんですね。金利低下してるのにね不思議な感じです。ナスダックプラス 0.5%、50日平均線をねちょっと超えてきてますね。そして SP500 がねなぜかあんまり元気なかったんですが、この200日移動平均線にねずっと押さえつけられ続けてるんですけどね、またこのあたりでちょっと足踏みしてしまうんでしょうかね。はい、そしてねヒートマップはまあまあ、はい、グリーンな状況。ちょっとねこの、ディフェンシブな、ウォルマートとかコカ・コーラ、生活必需品がね赤くなってたり、ヘルスケアが赤と、なんか最近は、ちょっとトレンド転換といいますかね、リスク先行のところが、上がったりしてますね。はい、ただですねちょっとね変なんですよね。金利めちゃくちゃ下がってるんですけども、このねあのハイパーグロス系ですね、そんなに、ね、上がってないです。 2% の NC のが最高ですね。そしてユニティのマイナス 3.69% が一番下がったということで、あのちょっと賞味期限切れかもしれませんね。元気ないんですよね。はい、そしてね今年はね、債券投資家がね、有望ですね。まあ、景気後退が見込まれているため引き続き、債券投資は有望ですと、なります。はい、ジャッカジャーン。じゃあですね、次に行きますね。はい、次はねセクター別の動きなどね、ちょっと見ていきますね。今日は TSMC のね決算があったんですけども、まあね後でちょっと決算は見るとして、 TSM 6.38% ねめちゃめちゃ上がりましたね。そしてあと NVIDIA もね 3.19、 AMD も 2.52 ということで、まあ、結構ね上がったんです。ただ TSMC のね決算はねあんまりパッとしていなかったんですけどね。そして、その他ですけどね、セクターで強いのはねこちらの航空なんかもね、強いんですよね。
今日はアメリカン航空が、第4四半期の売上が2019年から 17% も増加するという予想を、ね、出しました。1月26日に決算です。 9.65% も、ね、上がってますよ。これね、もう本当に、最近の航空株の、ね、チャートはすごいんですよね。こう出来高めちゃめちゃありますね。突き抜けてます。はい、それとですね、もう一社、デルタ航空はね、今晩、寄り付き前に決算ですけどね、 3.7% 上昇ですかね。旅行需要の増加で、EPS 500% 成長するとね予想されているんですよね。これも、すごいですね。プラス 3.7% ということですね。はい、そしてね、コモディティとかね、株、エネルギー株もね、好調を、維持してますね。ドルが下がるとね、コモディティも上がります。そしてね、次はね、テスラなんですけども、テスラはね、相変わらずそんなに元気ないんですよね。上海工場拡張、あら、これちょっとなんか違うスライドになってますね。上海工場の、拡張、これがですね、延期ということです。なんかですね、中国が通信衛星サービススターリンク、これをですね、ちょっとグレートファイアウォールっていう中国の検閲システムをくぐり抜けちゃうことを懸念していることが理由みたいなんですね。ちょっとね、どうなんでしょう。テスラ社には搭載されていません。昨日はオースティン工場7億ドル分の拡大とかね、インドネシアで100万台規模の工場建設に暫定合意とかあったんですけどね、ちょっとまあブレーキ気味ですね。今日はテスラ、0.28% 上昇しています。はい、そしてね、中国がね、新型コロナについて日時データ公表をね、今やめちゃってね、世界の懸念がですね、また強まっているというような、状況みたいですね。あと、まあテスラのね、ライバルといいますか、フォードね、マスタングとかかっこいい電気自動車出してますけどね、だんだん製品がね、しっかりしてきています。そしてね、今日はね、ルシッドモータース、4% ぐらい 4.7% ぐらい上がりましたけども、2022年合計7180台の車両をね、生産して予想6000から7000台を上回りました。予約は12月7日の時点でね、3万4000台とね、年間生産の今のところですね、かなり、上回りました。そして、4月にね、サウジアラビア政府が10年で10万台購入することにもね、同意していますね。これはまだ予約合計に含まれていないそうなんですよね。2月22日に決算です。まあ、ショートされてた分ね、上がってくるかもしれませんね。そして今日はね、結構ね、銀行株などがね、好調な、一日となってましたね。金利は低下してましたけど、まあ、JP モルガンは今日ちょっと下がってますかね。まあ、広範囲に上がってますね。メガバンク、投資銀行などね、上昇となっています。はい。それとね、あとゴールドもね、最近、まあ、ドルがね、下がってくると、やっぱり上がってくるということで、かなりね、コモディティ関係の株、これゴールドですけどね、ずっと上がってきてます。今日はね、5月以来の1900に、到達を、していますね。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次なんですけども、はい、次はね、FRB の高官たちの、発言、ですね。まずは、フィラデルフィア連銀のハーカー総裁、政策金利超え 5% はね、まあ、適切だと、いうことを、言ってるんですが、今後2次5ベーシスポイント利上げが適切ですということを、言ってます。はい、まあ、どっちかというと、ハトになりますね。そして、ブラード総裁もね、まあ、ソフトランディング可能性は以前より良くなったけども、まあ、市場が期待しているほど早く緩和されないだろうということは言って、ちょっと釘を刺していますね。そして、こちら、リッチモンド連銀の、バギン総裁ですけども、インフレはね、この3ヶ月正しい方向に動いていて、より慎重に FRB はね、舵を切ることができると述べました。結構ね、これハトばっかりでね、なんかね、いい感じになってますよね。はい。そして、12日に発表した7日までの1週間の新規失業保険申請件数は、1000件減の20万5000件となって、予想 21.5 万件をね、下回ったということでね、ちょっとね、雇用に限りがね、見えてきてるんで、リセッションは心配ですけどね、まあ、株にはいいのかなっていうところですね。はい。じゃあね、まあ、ここまで内容良かったと思う方いらっしゃいましたらね、ぜひともチャンネル登録、いいねなどお願いします。はい。そしてドル円、ちょっとね、
USDJPY、はい、ドル円はわ大きく下がりましたね。 129.27 ですね、日本銀行は、市場からね 4.6 兆円の国債を買って、これはですね1回の購入額で過去最大ということですね。日本銀行は17、18日の金融政策決定会合で大規模な、金融緩和をさらに修正するとの観測から国債を、売る、まあ、金利がね上昇する上昇圧力が強まったことに対応したということみたいですね。日銀が大規模緩和の追加修正に動くとの思惑が今国内外の投資家に、広がっているという状況です。はい、じゃっかじゃん。じゃあですね、あとはちょっと BTCUS で今日はね株もですけど、ビットコインもね最近めちゃ好調ですよね。このチャート来ましたね、バーンと上がりました。 18,848 で、プラス、5.14% とね結構、上昇を見せてね好調なビットコインです。はい、じゃっかじゃん。じゃあねちょっと時間なくなってきたんでバッとね TSMC の、決算をね、見ていきますね。はい、今日結構ね上がってましたよね、これ2023年設備投資見通しは320から360億ドルということです。22年の363億ドルからね縮小しそうですね、そして1から3月は4年ぶりの減収になりそうです。日本に、2つ目の工場建設検討、そして自動車向け半導体不足ね緩和予想ということで自動車には良さそうですね。まあ、決算はねあんまりパッとしない、内容でしたけども、台湾セミコンダクターはね弱い需要を考慮して今年の支出を減らすことを発表しています。でこちらはまた小葉さんのですね、ツイッターからお借りしてますけどね、売上が、クリアできずと、ガイダンスもね、ダメだったということに、なります。はい、売上成長はねちょっと 43% まあまあ高い方ですけどね、ずっと売上額は上がってきてます。営業利益はね 52% とねめちゃめちゃ高い、すごい企業です。純利益率も 47% でずっとね右肩上がり、営業キャッシュフローもね、なかなか好調な状況です。ただガイダンスがですね、粗利が今期 62.2% ですけど来期 54.5% に、下がるガイダンス、営業利益率もね今期 52% から 42.5% に、下がるガイダンスなんですよね。これでこんな株価が爆上げしたのねちょっとね不思議ではありますけどね。まああとね高利益率な理由、利益に上がってるのはね線幅が細い5ナノのね、半導体が増えてますんで今後もねこの傾向が続くんじゃないでしょうか。このオレンジが5ナノですけどね、じわじわと、来ています。その他ね、半導体の話題ですけども、はい、ジャッカジャーン INTC、はい、インテルですけども、今日はね 1.47% の、プラスですね。はい、そして、これ、ね、インテルが中国でね、はい、ワーセミ、あら、なんかちょっと消えてますけど、TSEM っていうところをね、45億ドルの現金で、買収することに合意してましたけども、中国の独占禁止法規制当局は買収が OK 化の調査をね、一旦停止してしまいましたっていうのがあります。あとですね、日本なんですけども、日本は23年度の半導体製造装置の販売高が 5% 減の 3.5 兆円になる予測、4年ぶり前年割れの見通しということです。ただ24年はね 20% 増えるということなんで、まあ、再来年は OK ですね。今年は DRAM を中心とした市況悪化でメモリー、投資削減が織り込まれているということです。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次はですね、原油なんですけども、US オイル。おっと、もうちょっと行かないといけないですね、そろそろ。78、まあ、ちょっとね、微妙に、上がってますね。これ、米議会はね、米戦略石油備蓄 SPR の、石油を中国へ輸出するのは禁止という法案が、上院で可決、圧倒的多数。ただ、まあ、民主党が多い下院で可決ですね。民主党が多い上院ではどうなるのかまだ分かりません。議員はね、我々エネルギーの未来への鍵を中国共産党に渡すべきではないとか言っててね、ちょっと摩擦がねありますね。バイデン大統領も備蓄を無駄にしているとね述べたということですね。
はい、じゃあですね、スプレッドシートでマーケット全体をバッと見ていきます。今日はドルは各通貨に対して弱い、ビットコインは強かった、プラス 5% のビットコイン、そして、セクターじゃない、指数はね、全部、上昇ですね。はい、そして VTI プラス 0.5、VT 全世界プラス 0.7、VT の方が強かったです。VWO は 0.5% のプラス、FM は 0.8% 上がったんで、まあ、大きな ETF では FM が一番上がりましたね。はい、そして国別 ETF も軒並みプラスですが、今日はベトナムだけがちょっとマイナスですね。はい、そしてセクターはね、ヘルスケアと生活必需品、交易、ディフェンシブなところがマイナスでしたが、あとはまあプラスでした。半導体 1.2%、 エネルギーが 1.9% ということで、エネルギーが一番良かったですね。はい、そしてガファム T はまあそんな動きなしですよと。情報技術の大型はまあコインベース相変わらず強いな、1週間で 41% も上昇来てますね。はい、そして、ハイパーグロース株はね、そんなに動きなしなんですね。あと、ちょっとね、TSM が 6.4% 強かった。はい、あと、ライドシェアはリフトが 5% 超えましたね。そしてですね、ヘルスケアはまあちょっと良くなかったということで、航空は相変わらず、これ見てください。ほとんど航空とクルーズね、5% 超えてきてて、ついにね、1週間でもね、20% をだんだん超えてきてる銘柄が多くなりました。はい、ホテル、レストラン、旅行はでも、そんな動きないですね。電気自動車も、まあ、増加、微増、自動車も微増というところです。銀行などもまあ微増ですね。はい、アファーム、7.8%、まあ、アップスタートとともに、ね、貸金業、お金がね、ちょっとね、金利が高いと大変なところが大きく上がりました。アップスタート 11.8%、 おっと、何これ、バクトが 94.4% 上がってるの気づきませんでしたね。めちゃめちゃ上がりました。仮想通貨と結構連動しますからね。これは2倍ですね。はい、生活必需品はダメ、ということで、エネルギーは今日全部プラスですね。ユーロナブは、フロントラインとのね、合併がダメになって結構下がりましたけど、今日はリバウンドで 8.9% 上昇となりました。はい、じゃあですね、以上になります。はい、わー、ちょっと行ってきます。どうもありがとうございました。また、よろしくお願いします。また来週になると思います。どうもありがとうございました。